丈夫か？オイラもまさかお前の妹さんがアビスと一緒にいるなんて思わなかったぞ。気をしっかり持ってくれよ。オイラはお前を信じてる。妹さんのこともな。今はまだ受け入れられないかもしれないけど、立ち止まるわけにはいかない。そうだろ？妹さん言ってたよな。オイラたちに旅の終点にたどり着けって。それってきちんと話をしてくれる気があるってことだと思うぞ。旅が何なのか、終点が何なのか、オイラたちで見つけないとな。これからも案内役を頑張るぜ。でもこれからどこに行けばいいんだ？旅を続けるなら。それって妹さんと離れ離れになった原因の神のことだよな。確かにあの神が今この複雑な状況を作った元凶でもあるからな。おお、たくさんある謎の答えが彼女からわかるかもな。もう風神と眼神の二人には会ったから、この後は。ああ、でも前に勝利から聞いたように、稲妻は今鎖国状態で普通の方法じゃ入れない。だからどうやって行くか稲妻の人に尋ねてみようぜ。オイラもだ。 DU エコーにいるアツコさん、確か稲妻から来た人だったよな。彼女に聞いてみよう。こんにちは。あ、お目にかかれて光栄の方が良かったかな。今頑張って現地の喋り方を勉強してるんだ。で、私に何か用かな。ちょっと聞きたいことがあるんだ。稲妻ってどうやって行くんだ？ああ、なるほど。そういうことね。確かに方法は知ってるけど。よかった。やっぱり当たりだったな。でもその方法は成功率が限りなくゼロに近いの。え、限りなくゼロに近い？じゃあ敦子さんはどうやって稲妻から出たんだ？その方法を使ったからこそどれほど危険かがわかるんだよ。あの時頼ることができたのは自分のイカダだけだった。前方には嵐が、後方には追っ手がいた。逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水が底をついてね。目の前が真っ暗になって気を失ったの。正直もうダメかと思ったよ。でも終わりじゃなかった。それどころか新たな始まりを迎えられるなんてね。そう、まさに九死に一生の旅だったね。今生きているのはきっと神様のおかげかな。そんな危険なのかよ。どうしてそうまでして稲妻を離れたかったんだ？だってあそこは窮屈なんだもの。あまりにも緊迫した雰囲気で出入りするにも勘定奉行の厳しい審査を通る必要があるし、私の性格と合わなくてね。あ、勘定奉行ってなんだ？
稲妻の様々な事務を管理している部門のことだよ。三部業と呼ばれてるの。例えるなら、リーユエの七星八門と似てるかな。その勘定奉行の責務の一つが、稲妻に出入りする人の身分を事細かく審査すること。そして外部から来た人を離島で一括管理するの。それから最近行われてるメガリレー、あれは天領奉行が執り行ってる。彼らは雷電将軍の忠実かつ無情な代行者でね。故郷の悪口を言うのはあまり気分がいいものじゃないけど、あんな抑圧的な環境に長くいたら、その先の生活に期待を持てなくなるのも当然だから、どうしても行かなきゃいけない理由がない限り、稲妻に行くのはお勧めしないよ。そう、でも稲妻の近海は止むことを知らない嵐が吹き荒れてるし、たとえそれを突破できたとしても鎖国令を実施する武士から逃げないといけない。それら問題をくぐり抜けることができても、稲妻にたどり着いた外国人を待ち受けているのは離島。正当性を証明する書類を見せないと追い出されるの。稲妻に人を寄せつけないためにわざとやってるみたいだな。あそこはただ島内の物資の供給と情報の流通を確保するために開かれた港であって、普通の外国人じゃ証明書を手に入れることはまず不可能かな。でももし本当にどうしても行きたいのなら、まだ一つ可能性があるかも。イカダは危険すぎるぞ。それにオイラ多分船酔いするし。違う違う、私が言いたかったのはリーウェでも有名な南十字船隊に稲妻まで連れて行ってくれないか頼んでみること。あそこって一年中航海してるし、嵐に対する心得もあるはず。突破する方法を知ってるかもしれない。でもあそこって武装船隊だろ。オイラたちのお願いをそう簡単に聞いてくれるかな。そこはあなたたち次第だね。棟梁の北斗さんを説得できたら可能性はあると思うよ。南十字船隊の機関飛鳥星号は今幸運閣の近くに停泊してるって聞いたよ。行動するなら今がちょうどいいかも。じゃあ善は急げだな。早速棟梁の北斗に会ってみよう。ここだ。
よし。すみません、善逸さん。出航するから。うん？あんたはもしかしてファデューや魔人オセルと戦った旅人か？行幸から聞いたんだ。ある旅人がリーユエを救った。見聞が広く実力も相当ってな。あいつは目が高いからこんなに人を評価するのはめったにないことなんだぜ。当時その話を聞いて一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだ。その服装と横にいるチビノであんただって分かったよ。チビじゃない、パイモンだ。パイモン、ふむ、実に興味深い生き物。お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少し…うむ、星空の匂いがするでござる。ん？何が何だって？今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ。気にしないでくれ。ただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる。似たようなもんだが、稲妻では呼び方がちょっと違う。こいつは楓原和葉。わけあってしばらく私の船に乗ってる。時折出てきてはこういったことを口にするんだ。船と海風があるのに塩を吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう。確かにな。南十字舞踏会が開催されたらあんたにも詩を披露する機会を設けてやるよ。それは今日次第というもの。何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を欠いたものになるでござるからな。せっかくの機会なんだ。それに大英雄も参加する。そう決断を早まるんじゃない。ちょっと待ってくれ。南十字舞踏会ってなんだ？それに大英雄って私はてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが、知らずにここに来たのか？南十字舞踏会、私が主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する。参加にあたっての決まりは2つ。1つ、何かしらの実績があること。少なくとも武芸が全くできずただの遊び心で参加するのはダメだ。もちろんあんたにその心配はいらない。あんたより実績のあるやつなんてそういないからな。2つ、参加者は神の目を持っていてはならない。実力の差が開いちまうからな。自分の実力に自信があるのは知ってるけど、竜や虎が隠れているのがこのリーユエだ。甘く見るなよ。あんたみたいにリーユエを救った大英雄が私の舞踏会に参加すれば大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強いやつが集まる。でもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。そう結論を焦るな。今回の舞踏会、いつもより貴重な商品を用意してある。それも主なき神の目。
拙者が提供したのでござる。もし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたなら、それはそのものに授けよう。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神の目は光を失うが、それでも抜け殻は消えぬ。その抜け殻で何ができるのかはまだわからぬが、実体が残っている以上受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおる。ああ、私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する旗だ。それを輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってる。その強者を見つけるため、そして神の目に再び光を灯すため、南十字舞踏会を開催するんだ。神の目を持ってないのならこれが絶好の機会だろう。自分の神の目を手にするといい。そうだぞ、舞踏会よりも稲妻に行く方法が知りたいんだ。稲妻、あそこに行きたいのでござるか。なんだ、そういうことは早く言え。稲妻に行く程度どうってことない。もしあんたが勝ったら、商品を神の目から稲妻行き市長制号の乗船券に変えてやってもいい。自分で選べ。こいつを舞踏会に参加させたいだけだろう。もちろんさ、強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになる。だから私はあんたにどうしても参加してほしいのさ。どうする、稲妻に行くために参加するか。よし、じゃあ会場に行って申し込んできな。舞踏会の会場は幸運閣にある。私も後から和葉と一緒に行く。さすれば、あとは結果を待つだけであるな。うむ、悪くないでござる。波の音がするな。こんにちは。南十字舞踏会に参加しに来たのか。そうだが、君たちも申し込んだのか。だったらまずは舞踏会の決まりを見てくるといい。南十字舞踏会は希望者全員が参加できるわけではないからな。舞踏会は剣法や武器を使って勝負する。実力がない人が参加しても最終的に怪我を負うだけだ。誰もそんなことは望んでない。そうだろう。おお、それならもう聞いたぞ。でもそっちは一体どんな実績の持ち主なんだ。ははは、俺か。以前チコガン自由迫撃大会で準優勝したんだ。なんかあまり一般的なやつじゃなさそうだな。そんな、聞いたことないのか。よくやってる大会で俺が参加した時なんか何十人も参加者がいたんだぞ。大会の実績以外にも戦艦軍の代わりに砲塔団を捕まえたことがある。悪さをする二人の悪党をとっ捕まえたんだ。
夜中に俺のところに盗みに来るなんて、とんだ怖いもの知らずだったぜ。あの時のことはよく覚えてる。俺の左拳が痩せた方の顔面に炸裂して、そいつがよろけて後ろに下がると、今度は隣の太った方が刀を出してきやがったんだ。だが俺は一歩も引かず、回し蹴りで刀を天井まで弾き飛ばしてやった。ははは、確かに。でも素手で二人の敵を相手にしても、俺は全くひるまなかったぜ。結構重い傷を負ったものの、二人を捕まえて千貫軍に引き渡した。それで表彰もされた。まあ、オイラたちからすれば、砲塔団を同時に 4,5 人相手するなんて日常茶飯事だけど。よし、じゃあもう少し周りを見てみようぜ。闘技場で会おう。若いやつには負けないぞ。武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要があると師匠からそう教わってな。しかし俺たちにとって修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要な目的の一つだ。はい、神の目があれば私たちは師匠の弟子の中でも一番のお気に入りになれるはずです。その師匠ってすごそうだな。有名な人なのか？ああ、あのお方は霊山派の創始者で非凡な実力の持ち主。俺とこの弟弟子もその一派のものだ。それもそのはず、まだ創設して間もない流派だからな。まだ師匠の名声ほど高くはないんだ。あの人は武術の達人で数々の技を生み出した。聞くところによると柔軟流派が影響を受けているらしい。彼が霊山派で伝授しているのは家系と呼ばれるカンフーだ。家系？気功の一種で、身にまとう気を用いることで少しも動くことなく相手の攻撃を防ぐことができる。例えば俺の師匠は相手の拳をたやすく反らすことができたり、投げられた石の軌道を変えたりできる。過去に師匠に挑んだ人は手も触れずに吹き飛ばされたことがあるらしいです。確かに本当のことだ。ただ習得するのは非常に困難でな。俺たちみたいに長く修行をしていても習得できたのはほんの一部。まだうまくは使えない。きっと私たちには素質が足りないから習得に時間がかかっているんでしょう。このままでは学費が払えなくなります。学費がいるのか？もちろんです。師匠は武術の達人で毎日忙しくされている身、そんな方から直々に教わるのですから誠意を表すのは当然ですよね。ただ師匠の指導を受けているにもかかわらず、いつまで経っても進歩しないから、師匠の顔色もだんだんと変わってきた。しかもその後、コカ派に神の目を持つ者が加わり、流派に大きな進展があったと聞く。ですので私たちも神の目を手に入れたら師匠の機嫌が良くなるのではと思いまして。大丈夫。それに考えられる手は全部試してみるべきだ。待ってるだけじゃ何も変えられない。そうですね。もし成功すれば霊山派の名が歴史に残ることになります。そうすれば周りから一目置かれるでしょう。リーグへ一の流派になるのも夢ではありません。ああ、闘技場で勝負をつけよう。